私の名は、はい、パクルー大好き、ベネチリアンザキだ。いやー、パクルーが大好きですね、私。うん。今回ですね、ある大物 YouTuber、そう、ヒカキンの、ある動画をパクりたいと思います。そう、この、あれ？そう、このメントスと、はい、コーラで、メントスコーラを口に含みの、こちらのガムテープを口にはめて、口の中でメントスコーラを受け止める。そう、あの角有名な動画をパクりたいと思います。あ、知ってましたか？こちらの通常のメントスがよく使われるようですけど、実は、はい、メントスコーラをやるときは、コカ・コーラゼロの方が飛びやすいらしいですよ。あ、これマビシスですね。一つ。はい、よ、これテストに出ますからね。気をつけてください。はははは。要するにね、ヒカキンは、はい、こちらのメントスを、二つほどでしたね、口の中にと。なんと私は、この中に全部入れてみたいと思います。いられるかな？あ、やっぱ、すいません、ちょっと、全部はちょっと怖いので、倍の4粒入れたいと思います。はい、こちらの4粒。そしてテープを作っていきたいと思います。では、行くぞ、庶民たちよ。私はこのメントスコーラ4つ入れて、メントス、そしてコーラ口の中に入れて、ガムテープで吹き出さずに、はい、達成する瞬間を見せてあげようではありませんか。よし、行きますぞ。3, 2, 1。 できちゃった。いや、決してね、これがね、成功なんですよね。なんか、足りないんだよな。こんなのおかしい。もう一度ね、やってみたいと思います。 3, 2, 1。 ものに来たー。うわー、飛び散ったー。メントスうめー。やり方を間違えると成功するんですが、やり方を正しくすると口で封じるのは失敗します。うわー、これもしメントス一袋全部やってたら、もう口の中爆発してましたね。確実ます。やってみようかな。もうこの際ね、メントス全部入れてね、リベンジしたいと思います。いきます。3, 2, 1。良い子は真似しないでね。